パレスマリスはアメリカ合衆国のサラブレッドの競争馬、シュボバ。2013年のベルモントステークスを制した、ウィリアム・ファリシュの持つレンズ・エンド・ファームで生産されたサラブレッドの大馬である。父カーリンはプリークネス・ステークスなどを制した名馬で、パレスマリスはその初年度産区であった。パレスマリスは1歳児の2011年にキーンランド・セプテンバー・セールに出品され、 ナイルブレナンステーブルに2万5000ドルで購入された。その翌年、2012年4月に今度はキーインランド2歳、トレーニングセールに出品され、ドッグウッドステーブルに20万ドルで落札されている。パレスマリスは、トット・プレッチャー調教師に預けられ、7月5日のベルモント・パーク競馬場で行われた、未勝利戦で、デビュー戦を迎えた。初戦こそハンバー審査の2着に敗れたものの、 二戦目となる8月4日のサラトガ競馬場で行われた未勝利戦では2着馬に3馬進反差をつけて初勝利を手にした。これは父カーリンにとっても北米における3区初勝利の瞬間であった。三冠競争を目指す3歳シーズンの初戦は1月19日、ガルフストリームパーク競馬場での奥で2着に終わった。続く二月十三日のリズンスターステークスで、 重症競争に初挑戦、レースでは、第3コーナーからまくりをかけて、進出、最後の直線で先頭に立っていたオックスボーを捉えるが、アイブストラックナーブと、コードウェストの2頭にも抜かれて3着に敗れた。その後ルイジアナダービー7着を挟み、ケンタッキーダービー直前のプレップレースとして、キーンランド競馬場のブルーグラスステークスに出走した。パレスマリスは、先行集団につけて、 道中を進み、先頭を走っていたリディラックを最後の直線でかわして先頭に立ったが、最後尾から追い上げてきたジャバズーに首差を追い抜かれて2着に敗れた。大一番であるケンタッキーダービーにも出走。今までの競争で騎手からパレスマリスが視界の広さに怯えた様子を見せていたことを指摘されていたこともあり、新たにブリンカーを装着して臨んだ。 レースでは、開幕から花を奪って進み、バックストレッチまで、ハイペースでの逃げを展開していたが、最終コーナーで疲れて、失速、12着と大敗した。ケンタッキーダービーには、パレスマリスの他にもプレッチャー9車の馬が4頭、出走していたが、プレッチャーは2巻目のプリークネスステークスを全頭回避、させた。一方で3巻目に当たる6月8日のベルモントステークスには、 パレスマリスのほか、アーカンソーダービーカチューマのオーバーアナライズ、ケンタッキーダービー三着のレボリューショナリーラ5等を登録した。前走ではブリンカーを装着したパレスマリスであったが、装着した結果調子を崩して大敗したと考えた。陣営は再びブリンカーを外して競争に臨んだ。6月8日当日の最終オッズで最も人気を集めたのは、 ケンタッキーダービーカチューマのオーブで、パレスマリスは、単勝14.80倍であった。発想から先手を争ったのは、フラックダディオックスボーフリーダムチャイルドの3頭で、パレスマリスはその後ろ4番手につけて、道中を進めていった。バックストレッチからコーナーに入るにあたって、2頭が脱落して、オックスボーが先頭に残るようになると、パレスマリスもオックスボーを追い抜くよう動き出し、そして、 コーナー途中でこれを捉えた。最後の直線、追いすがるオックスボーと、後方から追い上げてきたオーブが迫ってくるも、パレスマリスはそのまま差を広げて、ゴール、2着オックスボウに3馬身1、4差をつけて、優勝した。競争後、安城を務めたマイクスミスは、ブリンカーを外したことが勝利の鍵だった。ダービーの時も視界が広ければもっといいレースだったろう。 今回はリラックスして気持ち良さそうに常に楽しんで走っていたと語り、またドッグルッドステーブル代表のコット・キャンベルは言っておこう。これは素晴らしい時代の始まりだと。私はドッグウッドとそのパートナー、祝福してくれる駅員の街、トッドという偉大な調教師、マイク・スミスという素晴らしい騎手、そしてこの馬を誇りに思うと喜びを語った。 クラシック後に控える3歳夏競馬シーズンにおいて、パレスマリスの陣営は初戦に、サラトガ競馬場のジムダンディステイクスを選んだ。単勝オッズ2.35倍の一番人気に、支持されたパレスマリスは、ドアイア・ステイクスカチウマモレノが、先頭に立つと、そのすぐ後方に控えて、道中を進み、最後の直線に向き合ったところで、モレノを追い抜いた。そして後方から追い上げてきた。 ウィルテイクチャージを一番審査で抑えて、連勝を飾った。8月24日のトラバーズステークスは夏、競ーバル戦の大一番で、パレスマリスの他にウィルテイクチャージやモレの、ハスケルインビテーショナルステークスを圧勝してきたベラザの、ベルモントステークス以来となるオーブなどが顔を、揃えていた。この競争で、パレスマリスはゲートから出る際につまずき、最後尾からのスタートとなってしまう。 本来の走りとは異なる後方からの競馬を強いられるが、第3コーナーから大まくりで進出、直線で追い込んだ結果、勝ち馬ウィルテイクチャージから3、4馬審査の4着に食い込んだ。調教師と騎手は口を揃えて、出遅れが彼を殺した、スタートが本当に本当に、本当に悪かったと痛恨の出遅れを語っている。 9月28日のジョッキークラブゴールドカップは、パレスマリスにとって、コバとの初対戦の場となり、メシタのライバルとして、同競争に連覇中のフラットアウト、ホイットニーハンディキャップカチウマのクロストラフィック、最後の対戦となるオーブなどが登録されていた。当日の人気は、フラットアウトや、パレスマリスなどに集中していたが、この競争を制したのはしばらく勝ち星から遠ざかって、 穴馬扱いを受けていたここをロンザグリークであった。レースはアルファが先手を取り、その外目後ろ2番手にパレスマリスが控え、そのまた後ろにロンザグリークとフラットアウトが続く展開がバックストレッチまで続いた。第3コーナー途中でアルファが失速すると、それと入れ替わるようにロンザグリークがパレスマリスの前に進出、最後の直線でそのまま突き放してゴール、 パレスマリスは6馬身3、4差離された2着に敗れ、またフラットアウトは3着、オーブは最下位8着に沈んだ。プレッチャーは競争後のコメントで、たくさんの強い小馬を任すことができたと、前向きに語っている。この年のブリーダーズカップクラシックは、サンターニタパーク競馬場で行われ、パレスマリスは、同年最後の競争として、これに出走登録された。 今まで暗状を務めていたのはスミスであったが、スミスはこの競争で対戦するゲームオンデュードに騎乗することを選んだため、パレス・マリスの陣営は新たな乗り役としてジョン・ベラスケスに騎乗依頼をしていた。しかし、競争当日、クラシックの前に行われたブリーダーズカップジュベナイルフィリーズでベラスケスは乗っていた馬が転倒し、落馬、病院に運ばれたため、パレス・マリスには 急遽、ラファエル・ベハラーノが乗り換わりとなった。この競争で、パレス・マリスは出遅れて後方からのスタートとなり、道中もバグンを裁くことができないまま大きく、外を回らされる展開が続き、結果ムーチョマッチョマンとウィル・テイク・チャージの花さ決着から七馬身、離れた六着に敗れた。2013年のブリーダーズカップ後、パレス・マリスの翌年の指導は3月29日の、 フェアグラウンズ競馬場、ニューオーリンズハンデキャップが予定されていたが、2014年2月になって予定変更、ニューオーリンズの前の3月8日に、ガルフストリームパークハンデキャップから始動することになった。改めて安定に、ベラスケスを迎えて出走したパレスマリスは、立ち上がりは先行できず5番手に控えたが、徐々に進出して、第3コーナーから先頭に立った。最終コーナーでは一瞬、 アンキャプチャードに戦闘を譲ったものの、再び追い抜いて1着でゴール。3番手から追い上げてきた2着馬、ゴールデンチケットを頭さ抑えて半年ぶりの勝利を手にした。続いて予定通りの出走となったニューオーリンズハンデキャップではパレスマリスは久々にマイクスミスを安状に迎えた。当日はトップハンデの121ポンドを課せられていた。パレスマリスは この競争でもスタートが悪く、またコーナーでは大きく、外を回らされたものの、それでも着実に順位を上げていき、最後の直線では大きく突き放して、ゴール2着のノルマンディーインベーションに4馬身3、4差をつけて、連勝を手にした。パレスマリスの陣営は、パレスマリスの上半期の目標を6月のメトロポリタンハンディキャップに定め、そのプレップレースとして5月11日の、 ウェストチェスターステークスを使ってきた。4頭立てで行われたこの競争で、再び、ベラスケスを安状に据えたパレスマリスは、単勝オッズ1.05倍という断然人気に、支持され、それに応えるように2着馬を9馬シーン以上突き放す、圧勝で3減少を飾った。6月7日に迎えた、メトロポリタンハンデキャップでは、単勝オッズ2.35倍の一番人気に支持され、それに、 ニューオーリンズ以来のノルマンディインベーション、ブリーダーズカップダートマイルを制してきたゴールデンセンツ、らが人気で続いていた。先手こそ、ブロードウェイエンパイアとゴールデンセンツに譲る3から4番手からの競馬であったが、最後の直線に向き合ってから、その2頭の間を割って抜け出し、2着ゴールデンセンツを一馬身、差し切って優勝した。勝ちタイムは1分33秒56。 管理場の優勝について、プレッチャーは競争後のコメントで、ベルモントを勝ったが、去年のことで、それがこのメットマイルでーシーダートマイル馬を任したというのは、本当に驚異的なことですと語った。連勝の中迎えた8月2日のホイットニー、招待ハンデキャップでは、パレスマリスは単勝オッズ1.65倍という断然の支持を得ていた。この競争ではスタートもよく、 バックストレッチでは前にモレノとゴールデンチケットを置く3番手につける絶好のポジションにあった。しかし、ベラスケスの合図に対して、パレスマリスの反応は鈍く、力付きとのか最終コーナーで後続の番群に沈んでしまう。最終的に6着でゴール、モレノの逃げ切り勝ちから11馬身も離された大敗に終わった。競争後、ベラスケスは何が悪かったのかわからない。 彼は全力を出さなかった。絶好の位置にいたけど、半マイルのところで動かそうとしたのに彼は動く様子を見せなかった。彼はレース中ずっと注意散漫だった。調教もウォームアップも良かったのに、今日は全く走らなかったとコメントしている。パレスマリスはその後も調教と調整を続けていたが、9月5日に、左講子の間骨に骨座症が起きていることが発覚。 競争の継続が困難として引退が発表された。しかし9月23日、ドッグウッドステーブル代表のコット・キャンベルは、パレス・マリスの所有権の50%をスリーチム・ニーズ・ファームに売却するとともに、引退の撤回を発表し、翌年も競争を続ける方針を示した。11月14日には、英キンのトレーニングセンターにて調教に復帰し、 翌年2015年のブリーダーズカップを目指す方針が語られた。5歳となった2015年、パレス・マリースは5月2日のウェストチェスター・ステークスから指導し、前年のベルモント・ステークス覇者、トーナリストと対決する予定であったが、左前詞の内出血を理由に、これを直前でスクラッチしている。代わりに登録された5月10日のディアブロ・ステークスに出走したが、 隠したばかりが、相手の競争で三馬新一、四離された三着に入り、まさかの敗北を喫している。その後、ウッドワードステークスに向けてのプレプレイスとして、パレスマリスは8月9日のアリダーステークスに登録される。しかしこの競争でも、制裁を書き、終始中断に止まったまま四着に敗れている。8月27日、陣営は再び引退を宣言。 スリーチムニーズファームで種ボバ入りすることが決まった。パレスマリスは引退翌年の2016年からスリーチムニーズファームで種ボバとして活動を開始した。初年度の種付け量は2万ドルが設定され、2019年には1万5000ドルに値下げされていた。2019年より3区が走り始め、2019年4月25日には、 三区の一頭レッツステイポジティブが未勝利戦に勝ち、パレスマリスは早くも三区の初勝利を手にした。さらに、初年度三区の一頭ストラクターがブリーダーズカップジュベナイルターフに優勝し、早くも G1 勝ち馬を出す幸運に恵まれた。ストラクターの活躍もあって、パレスマリスはこの年の北米フレッシュマンサイヤーで3位に、ランクイン、また2020年の種付け量も2万5千ドルに、 増額された。母パレスルーマーは2003年3月25日生まれのロイヤルアンセムサンクの貧馬。16戦5勝の競争成績でエリスパーク競馬場のオーディボンウォークスに優勝した経験のある馬であった。2013年のファシグティプトンのノベンバーセールに出品され、吉田勝美が110万ドルで落札した。2014年以降は、 吉田の持つ日本北海道阿比町の農山ファームにつなぎをされている。ありがとうございます。